個人教授ららさんパーティクーリターは1998年4月9日に毎日コミュニケーションズから発売されたアドベンチャーゲーム。大学2年の4月から2月までの間に家庭教師の女の子を志望大学に入れることがゲームの目的となる。ゲーム序盤の教え子はいとこの通るだけだがゲームが進行すると他に5人の女の子が登場する。先生と教え子は 年齢が2歳の違い。接し方次第では、彼女たちが恋愛感情を抱くこともあり、大学の合否によっても異なるエンディングが用意されている。大学2年生になり、一人暮らしを始めた、主人公は友人やガールフレンドと満然と日々を送っていた。ある日、おばから高校3年生になる娘。 はるかの家庭教師を頼みたいと電話が来る。はるかとは幼馴染みでよく一緒に遊んだ中、家庭教師など経験がない主人公だったが引き受けることに。そのつてでいとこの親友からも声がかかり、続けてアルバイト先の女子高生、大学の先輩の知り合いなど家庭教師の依頼数が増えていく。生徒たちの勉強を見つつ、時折デートを重ねながら、 生徒や保護者とも信仰を深めていき、ついに入試の日を迎える。そして合格発表の日、何気ないきっかけで始めた家庭教師。しかし、それが主人公の生活を大きく変えたのだった。ありがとうございます。